カサブランカ会談カサブランカ会談は第二次世界大戦中に行われた連合国の首脳会談の一つ。1943年1月14日から23日にかけてモロッコのカサブランカにおいて開催された。アメリカ大統領フランクリン・ローズベルトとイギリス首相ウィンストン・チャーチルによって行われた。内容としてはアフリカ作戦の成功後、シチリア島、 南イタリアへの上陸作戦を取ることを確認したことと数軸国に対して無条件降伏を要求する方針を確認したことが挙げられる。なおこの時期に北アフリカにビシー政権から独立して樹立されていたフランスの政権にはシャルル・ド・ゴールとアンリ・ジローの両指導者の間に対立があり、この会談の際にローズベルトチャーチルはこれらフランス側指導者を加えて 談合をを行っったたが十分なな解決を見なかったカサブランカ宣言1943年2月12日決定を見たカサブランカで行われた現実的な計画はあらゆる戦場、あらゆる大陸、太陽、海に限定されていない。今年が終わる前に言葉ではなく行動で世界に知られるようになることはカサブランカ海岸がたくさんの情報を生み出し、それはドイツ人、 イタリア人、日本人にとって悪い知らせとなるだろう。我々は最近南西太平洋において長く困難な戦いを終わらせ目覚ましい成果を上げた。この戦いは許可、ソロモンとニューギニアで始まった。この戦いは我々の優れた力を示し、それは航空機でまた最も重要なことに我々の個々の兵士と船員の戦闘能力で示された。 南西太平洋のアメリカ軍はオーストラリアとニュージーランドから強力な援助を受け、またイギリス自身からも直接強力な援助を受けた。我々は日本の最終的な敗北だけを期待している。広大な太平洋を島から島へと前進するだけではない。日本人に対する重大で決定的な行動は中国領土から侵略者を追い出すことである。重要な行動は 中国の制空権、日本自体の制空権が連合国に取られるだろう。カサブランカでの議論は、重慶でアーノルド将軍と総司令官で続けられ、明確な攻撃的作戦計画をもたらすだろう。東京に通じる道はたくさんある。我々はそのどれも無視しない。避けられない、第三次の用語を回避するため、軸となる先導者は連合国を分割するため古い。 計略すべてを試みている。我々がこの戦争に勝った場合、ロシア、イギリス、中国及び連合国が仲違いすると戦いに入るだろうという考えを作っている。これはある国を別の国に向ける最後の努力であり、虚しくも一度に一つか二つでも解決することを望んでいる。そのため、我々すべてが騙されて、我々連合国の費用の量を混乱させるように、 我々のどんな国々も騙され忘れられることになる。彼らの罪の諸結果から逃れるためのこれらのビクビクしたな試みに対し、我々はこと、うーうすべての連合国は言う。我々は政治の中軸や党派の中軸に対処する唯一の条件はカサブランカで宣言されたものであり、無条件降伏である。我々の非打共的な政策では、 数軸国の庶民に何ら害を及ぼさないことを意味している。しかし我々は彼らの犯した罪で野蛮な指導者に対し完璧な罰と報復を課すことを意味している。アメリカ革命とフランスの革命の年月に我々の民主主義を導く基本的な原則が確立された。我々のすべての民主的根拠の基礎は人民に由来し人民だけから。 政府の権威が溢れ出るという原理であった。我々戦争目的の一つは、大西洋憲章に示されているように、今日征服された人民が再び彼らの運命の主人となることである。疑いの余地もなく、連合国の普遍の目的は征服された人民に、彼らの神聖な諸権利を回復することである。出典、カッシブランケコンファレンス1943。ありがとうございます。